どうも、ジャンジャガーです。どうも、ジャンジャガーです。どうも、エレメントのイリンです。今回ですけども、もしも花尾以外のメンバーが全員雪犬の私物をつけていたらどうなるのかドッキリ。実はここにね、このナノケア、ここ何に使うか僕は分かってないんですけど、なんか化粧の時の毛穴を開いてノリを良くする、まあ、よく分かんないですけどそいつが、これだから雪犬の私物なんかな。だからモーニングルーティンとかなんかで使われてたのかな、これ。はい、っていうのがあって、まあ、こういう感じで雪犬にちょっと私物を送れと、あの服、髪飾り、T シャツみたいな、ぬいぐるみみたいなのが届いて、それを僕たちがちょろちょろ身につけとるとなった時に、どっかで気づくんじゃないかと。まあ一旦その格好になってみますか、じゃあ。はい、みんなで。はい、はい、せーの、ドゥーン。いいね。まあまずノエリーから。ゆきりぬのエプロン、エプロンとカチューシャです。カチューシャとペンシャ、ペンシャ。こちら、ゆきりぬさんの T シャツとお面でございます。これあれや、サケリヌ、サケリヌのやつやな、これ。で、これピースっていうのがヒントなんやな。ピースの角度は30度のヒント。僕今、ゆきりぬさんに包まれてますっていうか、やべえっつってるけど、俺が多分結構やばいんだ。俺実は結構やばくて、はい、僕は、これ知ってます皆さん、何の時の衣装か。この赤いやつ、花尾とゆきりぬが最初にコラボした時にゆきりぬが着てた服なんや。これ、あの、ピースの角度もと、いきなりね、この格好で3人出たら当然バレるんで、ちょっとずつね、小出しにするという感じで、はい、最後ちょっとドッとふざけた格好で出るという感じの、まあ、それでやっていきたいなと思います。というわけで、 Make it possible with オリリヌ。私のこと分かってる？皆さん忙しいな、結構。お、生きてるじゃないですか。なんか血出てきた、手から。皆さん、お昼ご飯食べました？まだです。してます。皆さん、お昼ご飯何食べたいですか？ダメです。それじゃあ後で連れてってください。あいつやべえこと言いました、今。あのさん、今日はですね、なんとノエリンが親孝行したいって言うんで、今日は、はい、花尾さんのお昼ご飯を作るぞ。イエーイ。じゃあ、ノエリンさん、お願いします。お願いします。スンってやばいよね、マジで。気づいちゃいました。エプロンを用意したんです。お、いいですね。お、急に。え、ノエリン、今まで彼氏とかにご飯作ったことある？唐突。ないですね。お、じゃあ俺が初めてじゃん。え、でも彼氏じゃなくてお父さんなんで。じゃあ見てください、本日はこちらのテーブルが届きました。イエーイ。どうですか、こっちは。そったー、何やった今。いや、このソファから落ちた。こいつちょっとずれとって。衝撃映像が出た。マジドッキリやった今の。でなかなかね。どうですか、両方沸騰しないんですけど、マキファイル使えばよかったなって後からちょっと思ってます。説あるな。キミちゃんも作ります？え、これも分かりやすいと思う。だってピースって書いてあるもの。避けた赤やろ。すん、それおもろい。おもろいな。すんの音出しますよ。うまい。すんでミラーホースゲームできる。何の話なの？いや、ピースなんだけどね、やばいの、なんか。リンゴとハチミツ、リンゴとハチミツ、これどれぐらい。あの、星のカービィ64が好きっていう話をしてたので、それをもし覚えていれば気づくのではないかと思われる。カービィ、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 
適用の超おしゃれ抜群炊飯器。ただ体へのトラブルもこれありっぱいある。あ、おそれあり。あり。お、ついに完成しました。素晴らしい。頑張らないですね。どうぞ。アナさん。はい、目を開けていいですか。はい。娘。どうぞ。まあでもね、娘が作ってくれた初めての料理。優しいお父さん。完全にお父さん。いただきます。ノイが作ってくれたんだね。なんで。今出て戻るしましたちょっと麺が。ちょっとノエ。はい。ちょっとこれ。ちょっと俺の好きじゃないやつ。はい。ということで。はい。星いくつですか。星4です。星四つです。何分経ってんの。あれが今日の放映でした。ありがとうございました。ありがとうございました。星四つです。やったー。見切り抜くださーい。この辺とか全部雪切りの手術。マジこれ全部雪切りの手術。マイプロモです。まあさ、目の前に雪切りの服ありますよ。これはい。お前ゆきりの肌めっちゃ腐してるやん今。じゃあちょっと、はい、僕今ゆきりのさんに包まれてます。おお。これいつの時のやつか分かる。重要な。あ、分かった。一番初めの時や。フィースの角度30度みたいな時の。はい、そういうことです。というわけで花尾は風邪気味で全然気づかないという。